皆さんこんにちは、クリアラです。今日はちょっとね、いつもと違って車からのスタートなんですけど、今日は僕のちょっと一日に密着してちょっと紹介していこうかなと思います。ちょっと今日の流れとしては、まず午前中ジム行って、でその後お昼ご飯、僕が好きなところがあるんで美味しいとこ食べ行って、で最後に世界一美味しいクレープ屋があるんで、世界一うまいんですよ、これ間違いないです。日本一じゃない、世界一美味しいクレープ屋があるんで、そこにコージとあの後で合流していきます。コージはね、あのスイーツ男子とかいうなんかしょうもないキャラで昔やってたんで今は知らないですけど、そう、世界一美味しいクレープ屋に行ってっていう流れをちょっと今日撮っていくんで、まずは午前中はジムに行って、今日は上半身だけのトレーニングやります。なんでいつもよりだいぶ気が楽っすね。重い系のスクワットとかクリーンとか ね、スナッチとか、ああいう全身使う系を今日はやんないんで、ただ上半身を攻める、とにかく攻めるトレーニングをやります。週に1回ぐらいは上半身だけの日を作ってね、やるんで、ちょっと今日はそういう感じでやってきます。でちょっとね、朝食遅くなっちゃったんですけど、これ手作り作ってきたんで、まあ中は、まあ、これ普通のパンなんだけど、市販で売ってるようなパンじゃなくて、ちゃんとパン屋の体に悪くないであろう成分が入ったパンをちゃんと買ってます。で中はいちごジャムと、ピーナッツバターを塗った、もうザ・アメリカンなやつで、も僕結構これ好きで、これをトレーニング前にちょっと朝食がてら食べます。であとはアイスコーヒーと、あとはサプリで、アイスコーヒーは僕はあれなんですよ、冬でも必ずアイスなんで、もうホットのコーヒーあんま飲まないんですよね。もうアイスコーヒー好きなんで、アイスコーヒーと、であとサプリはノームのアミノ酸とエネルギーチャージと、クレアチンの3つを入れたのを必ずもうトレーニングする前ぐらいから飲み始めます。でトレーニング中もずっと飲みます。もうこの3つはね、僕必ず飲むんですよ。飲まない日は絶対ないですね。トレーニング中は必ずこれ飲んで、でトレーニング後はまあプロテインとか飲むんですけど、まあそういう感じですね。食べてて、うん、これこれこれはね、いちごとピーナッツバターが入った、うん、子供がねこのいちごジャムのパンが大好きなんで、うん、まあ、大量に家にあるんですよ。なんでもったいないんで、腐っちゃうんで、これいいパンだから、なんか賞味期限2日ぐらいで切れちゃうから、うん、なんかめっちゃ食べないといけないんですよ、もったいないから。で結構食べてます。
トレーニングが終わったんで、これからちょっとお昼ご飯食べ行きます。今日は好きなもん食べたいと思ってたんで、好きなもん食べます。なんで超おすすめの場所があるんで、今から行きたいと思います。いや、着きました。今日はね、とんかつ食べます。まさかのアスリートとはかけ離れた多分食事かもしれないけど、俺ね結構とんかつ好きで、でまあそんなしょっちゅうは食べないですけど、まあたまに年に何回か食べるんで、今日はその日なんで、でめちゃくちゃ美味しいとんかつ川村新橋店です。ちょっと行きますか。いや、来ましたね。てこれ絶対美味しいでしょ久々に食べるな。そんで、でまずね、僕はね塩で食べるんですよ。つぶってるわけじゃないんですよ、本当に塩で食べるのが好きで。うん、うまい。これはうまい。いつから来てるんですか？できた時から来てる。でも年にほんと3回ぐらいかな、食べるのが。まあ、カツ自体を食べるのが。そうそうそう、あんまりやっぱ食べないから。これめちゃくちゃうまいね、マジで。カツ食べるってなったらやっぱここさ、もうね、まずここ来るね。このレアっていうのがすごいよね、新鮮なのよ、豚が。最高だね。醤油とソースだね。順番はですか、ね、うん。ソース最後。なんでですか。なんか最初ソース味濃いじゃん。取っときたいだから。醤油も美味しいね。タルタルソースも美味しいんだよな。あ、すいません。はい。タルタルソース一つください。タルタル。はい。でここはね、豚汁も作る。はい、どうも。タルタルを最後。もうこれ最後。ソースタルタルだね。次醤油。わさび醤油ね。これも美味しいね。うん。ぐんぐん違う。この4段階の楽しみだよね。全部美味しいよ。あれですか、ネタじゃなくて本当にこういう食べ方してるんですよね。本当にこれやん、俺。めちゃくちゃ美味しい。これね、カツ丼も好きなの。でもここカツ丼ないんで。探した。世界一じゃないか、ここも。うまかったでしょ。うまかったです。いや、めちゃくちゃ美味しいのよ。やっとね、結論、醤油わさびが一番美味しいっすね。まさかの。最初塩？塩かソースかなと思ってたんだけど、全くダークホース。醤油わさび。めちゃくちゃ美味しい。まあ、皆さんもぜひ、ちょっと来て試してみてください。OK、じゃあ、次行きましょう。次はこのご飯食べたら甘いもん食べたくなるんで、さっき言ってた世界一美味しいクレープ屋に行きたいと思います。ちょ、ありがとう。はい、お疲れ様です。お疲れ、お願いします。いや、来ましたね。来ましたよ。今日はね、この後世界一、うん、もう言っとくわ先に。あのね、日本に世界一美味しいクレープ屋あるんですよ。ないよ。いやいや、本当にもうね、ないよそんな言っとくわ。だからスイーツ男子っていうね、はい、あのキャラでやってたんですけど、はいはい、実際になんかある資格。そう、あのね、スイーツコンシェルジュっていう資格があってね、はい、それを私取りました。おー、すごいよね。なのでスイーツにはかなり厳しい。実際ね、インスタとかでも、うん、料理もやってるし、そういうスイーツ もうずっと載せてきてるからね、はいはい、多分相当食べてきてます、うん、そんな中でもまあ
今日クレープ、スイーツの王道クレープ、はい、クレープってみんな好きじゃないですか。あのクレープはね、ちっちゃい頃食べるでしょ。あのね、これちょっとごめん、クリーンで黙ってたけど、僕クレープのお店一回やってんのよ。やってたわ。思い出した、今あれだ、あのボンビーガール出てるわ。そう、あのね、見たわ俺。キッチンカーで自分で車改造してクレープのお店を自分でやってんのよ。やってたね、その人間によ。何その世界一美味しいお店がある。え、行ってみるか。じゃあ本当に、いやもう本当に、いやめちゃくちゃちょうどいいわ。あ、そう、クレープについてもじゃあ詳しいよね。もちろんもちろんもちろん、自分で粉から研究してやったんだから、はい、なるほど、うん、これは来たわ。それがちょっとね、今日びっくりするよ。何世界一、うん、もうびっくりする。いや俺は正直まだクリの舌を信じてない。いやいやいや、もうまだどんだけ高いものからとんでもない高いものから安いとこまで食べてきてますから。そうですか。ちょっと今日楽しみにしてもらえると。わかりました。じゃあちょっと行きましょう。行きましょう、歩きましょう、もう、うん、もうすぐだから。ありました。お、これですか。こちらです。あ、どうも。あ、どうも。知ってるんですよ。あ、そうなんだ、はい、へぇ、久々に来ちゃいました。ちょっと僕、YouTube 出しても大丈夫ですか。大丈夫ですか。あの、一応世界一美味しいクレープ屋っていうのを、はい、あ、本当にそう思ってるんで。で、あの、当時、僕の友達が、あの、友達で元の芸人やっております。このブルーのチームUSBの、はい、はい、同期でここ、大学です。あ、本当ですか。で、当時はすごいスイーツ好きなんで。そうなんですよ。スイーツ好きだったらここちょっと来ないですよ。まあ、クリがその世界一のクレープがあるって言うんで。もうすごいっすから。ほんもうね、頼むの決まってんのよ。あの、あ、そうなの、ね、ここの3つの中で、ね、はい、え、これね、この1月の限定クレープ、だからこれね、月によって、はいはい、あの変わるのよ。要は何がここすごいかって、うん、その季節に合わせた最高級品のフルーツをふんだんに使った、うん、クレープ。まあ確かに今イチゴが、ね、そうだから、このイチゴが多いけど、これ秋とかだとブドウとかマスカットとか、へえ、いろんな種類出てくる。詳しいね。詳しいね。インスタいつも見てるから。嘘。意外な一面、ね。今月は何かなって見てる、うん。あ、そう。でね、この中からちょっと選んでしょ。あ、こんなから選ぶの。もうあのメニューいっぱいあるんだけど、うん、で皆さんね、何をこう期待したかわかんないですけど、うん、俺世界一って言ったじゃん。うん、だからなんかどっかの高級フレンチとかね、はいはい、高級レストランのなんかクレープ行くのかなとか、うん、多分思ってるかもしれない。なんだって俺食のこれかなと思った。でしょ、うん、これ使うと思ったでしょ、うん、違う違う、これこれこれ、こういうのシンプルな原宿クレープ、シンプルだね。シンプルなで、で世界一だから原宿クレープって、これがなんて分かるよ。でも持つやつ、ね、原宿で食べるなんて言っていいか分かる。ということで、ちょっと今日この中からぜひ、なんかそのベーシックなやつじゃない、生、なんかチョコバナナ生クリームとかじゃないの。いや、まあそれも美味しいよ、多分。でも俺ここに来たら、この限定クレープ以外頼んだことない。あ、そうなの。へぇ、すごいのよ、なんか果物もすごいんですよね。うん、なんかすごい農家、まあ、繋がってんのよ、農家さんと。何も知らんよ。いや、知ってる、知ってる、インスタ情報だから。あ、セット。で、いろんなね、農家さんのフルーツを使ってくれるから、うん、ぜひちょっとここから、どうしようかな、純白いちごがあります。へぇ、え、ちょっと待って、ちょっと来て、これ純白いちごって呼んでたよ。あ、うわ、紅白か、うわ、紅白でしたね、純白いちご。聞いたことない、紅白。やばい、え、知ってる、はい、これ純生と混じった。あ、そうっすよ。いや、本当に2人の絆、そうなんすよ、絆で絆でごまかすのやめてください。そうそうそう、この純生クリームと純白紅白クリーム、失礼しました。これね、クリームもここすごい美味しいの。へえ。俺個人的にはヨーグルトクリームめっちゃ好きなの。ヨーグルトクリーム、そう、これめちゃくちゃ美味しい、うん、甘すぎないんですよね、ここ、はい、頼めば分かるけど、うん、すごい大きいのよ、うん、俺そんな食べれないのね、そんな量は、はい、まあ、甘いもの好きなんだけど量いらないのよ、うん、ここのはね、クリームが甘すぎないから、うん、さっぱりしてから食べれるから、すごい好きなのね。いや、世界一って言ってるか、世界一、要はこれが世界一っていうもんじゃなくて、このお店がってこと、何に頼んでもやっぱうまい。あ、全部うまい。ただ俺はこの限定クレープ以外頼んだことないから。あ、なるほどね。知らないけど、はいはい、限定クレープに俺は世界一って言ったから、こっちも世界一で。じゃあ俺は同じのじゃもいいよ、別に。いやいや、そうはウサギちゃんクレープ行くでしょ。いちごプリンのウサギちゃんクレープ。こっちはプリンが乗ってるんだ。すごい、プリン乗ってる。これだね、多分。これだ、これがこれ、はいはい、あ、かわいいね。そうそうそう、
これが庭いちごプリンのうさぎちゃんで、で、まあちょっとね金額もちゃんと言わないと。そうね、確かに。これいくらすると思いますか？1個2000円ですよ。おお2000円。おお、まあ、円安。そんなクレープを食べたことあるか？ないないでしょ。ないです。2000円高いと思うじゃん。正直高いなと高いと思ったでしょ。思ったよ。俺も最初思ったの。うん、でも、もう覆すから。そう、あの、もう全然払う。あ、マジ？本当に。まあクレープに2000円払わないでしょ。原宿でさ、クレープ並んでてさ、2000円で買わないでしょ。買われ、買えるね。買えるでしょ。うん、わざわざ来るからね、遠いとこから。確かに。家遠いんですよ。確かにね。家遠いんですけど、はい、って考えたら来るのよ。車で来てるから。家からね、1時間ぐらいかかるのね。うん、来るの。でもあれよ、でもそもそも普通のクレープは普通のお値段だから ね、もう通常のもあります。通常ですよ、300、400、500円台ですけど、はい、ですけど、やっぱこっちら限定クレープはこれ食べない、ね、確かにね、価値あるんだ。ここでしか食べれないから。まあ値段もすごいし、うん、味もすごいから。ありがとうございます。まだハードルどんどん上げていくな。この後に及んでちょっと心配やわ。ちゃんと世界一のリアクションできるの？誰も言ってないの？あ、そう、初？初。まあ、俺がこう紹介するっていうのはね、直接。あ、なるほどね。めちゃくちゃ食べてきたからね。だからすごい心配なの、めっちゃ心配。俺はとんかつ食べてきてるからね。そういうことじゃねえよ。今までプレイを。そういうことだよ。とんかつ。ややこしいわ。ややこしい、わかるでしょ。今のわかるよね。今まで俺クレープ食べてきたからね。クレープ屋やってきたし。そう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 。そうだな、俺、コウジがクレープ屋やってんの忘れてた。そうよ。何そのとんかつ食べてきたから。そういうことじゃないですか。初めて来たんですか、ここに。何年か前ですね。何で、あの、ちょっと失礼やけどさ、ね、場所で考えたんですか。いや、俺ね、なんかで見つけたのよ、うん、なんかネットで、インスタか、何かで、うん、ここのインスタすごい、あの、うん、映えるから、うん、あの、なんか多分出てきたのね。へぇ、で、なんかさ、もう当時はその結構食事とかもすごい気にしてて、うん、でたまにしか食べれないから、うん、食べるんだったら美味しいもの食べたかったんだよ、うん、甘いものを。でそれでなんかたまたま出てきて、うん、あ、これちょっと行ってみようと思って、うん、行ったらもうこれだと思って。感動感動。生クリーム自体がこう量多いんですけどめちゃくちゃさっぱりしてるんで全部食べれちゃう、うん、で、あとはフルーツが、まあ僕は限定クレープしか頼まないんで、うん、その限定クレープの時の、その時の旬の果物をもうなんか、多分提携してる農家なのかわかんないけど、うん、直接取り入れて、あ、そうですよね、直接仕入れてるんですよね。はい、そうなんですよ。あ、自分たちで回ってますか。すごいわ。その時に一番美味しいフルーツをふんだんに使う、うん、なんかもうあのクレープ屋ってさ、あ、あるじゃないよ、結構こうフルーツちっちゃかったりとかあるよ、いろいろあるじゃないですか。あのね、クレープ巻き方によって上だけ差しといたらいっぱい入ってるように見えるとかあるのよ。さすが、あるのよ、やってたからね。そうそうそう、だからまあまあそういうね、いろんなのあると思うけども、ここはね、どこ食べても出てくる。マジでうるせえ。いや、これ本当なんだって。食う前にどっとハードル上げるやん。なかったらどうすんの、食べた時に。ね、俺もちょっと今言って思ったよ。そうでしょ。絶対あるからね。あ、まあでもだからとりあえずフルーツがもう抜群にうまいです。そのこういう甘いものとかに一緒に食べるようなフルーツじゃなくて、そのまま絶対食べるもんだろうっていうものを入れてくるから。へえ、めちゃくちゃ美味しい。もうだから他のプレート食べれないよ。あ、もうそうなっちゃう。食べちゃうと。へえ、もうそういうもんだから言ってるじゃん、世界一だ。確かにね、匂いじゃないから世界一。めちゃめちゃ可愛いじゃん。すごいでしょ。すげえ。生地もこだわってる。これは映えるよ。あ、そうそうそう、あのね、生地もね、違うのよ。へえ。まず上のイチゴだけで、うん、こんな使ってる。確かに、確かに。へえ。いっちゃいますか。いっちゃっていいですか。じゃあいただきます。
然違います。最高。まずイチゴがめちゃくちゃ美味しい。うん、うわ、ちょっとマジでうまい。このイチゴ美味しいよ。うまいじゃん。うまっ。いやいや、もうね、いや違うのよ本当に。クレープってこれなの。うん、もう結論、これ食べちゃうとこれがクレープになっちゃうから、うん、大変よ今後。今後、いやマジで街で買えなくなるからね、そこら辺のクレープ。うんってなっちゃうから、あそこ行こうってなるから。ここクリームがね、めちゃくちゃ濃厚でうまい。うん、プラスこのイチゴのこの爽やかさで、なんかイチゴもちゃんと甘いじゃん。うん、最高なのよ。いただき食べようかな。うん、皮ももちもちでうまい。これはね、本当にうまいじゃん。いや、マジでうまいでしょ。本当に美味しいの。最高。要はいろいろ余計なも入ってなくて、シンプルな、こんなクマちゃんとかついてるけど、素材がめちゃくちゃうまい。それがすごくわかる。生クリームこだわってるし、あ、だからあの手抜いてないのよ、うん、皮から、うん、果物、皮、生クリーム、うん、これでね、俺イチゴ、あ、ヨーグルトクリームじゃん。うん、これヨーグルトクリームうまいね。うん、あれ爽やかな。あれ、なるほどな。今度食べるときはぜひヨーグルトをちょっと食べてほしい。生クリーム、あの、だいたい溶けていった口の中に変な油分が残るのよ。うん、これ一切残らないね。なるほどね、うん、だから次にだから食べれるのか、パクパクいけんので言ったじゃん、どこ食べてもイチゴ出てくるでしょ。うん、これです。未だに出てくる。僕が言ったのこれですよ。マジで永遠に出てくるんだよ。永遠出る。クレープのロケット鉛筆状態になってる。お、古いな。すごい、出てこない、そんなロケット鉛筆。クレープのロケット鉛筆って何ですか。わからんのかい。わからんのかい。マジでわからんのかい。だからあんま広めようと思ったんだけど、うん、ちょっと意外なんで。ロケット鉛筆わからんって、その今の20代の子は絶対わからんけど、クレープのロケット鉛筆、要は、うん、次から次へと芯が出てくるっていう感覚と説明させて。あー、なるほどね。そうか、鉛筆だから、うん、削れば芯が出てくるから。ロケット鉛筆は削らんの。削らない。芯、うん、がなくなったら、下に押し込んで、見たことない。あ、いや、勉強してこなかったからか。おい。おい。あと生地ね、この薄いのに、このなんかもちもち感を保ってるところ。ね、生地美味しいよね。薄かったらさ、普通噛んだ時にさっとなくなるようなもんやけど、はい、存在感残す、このギリギリのところ攻めてる感じ。いいね、詳しいね。いや、マジでそうやと思う。ほんまに。なんか、これとか、まあ、フルーツマーとか、うん、なんか、生クリームうまーとか感じだったけど、うん、やっぱそういう全体的 な, なんかこう相性なのね。そうそうそ う, そう、相性もあるし、この絶妙なバランスが、それバランスなのね。クリームが多かったら、そんだけ耐えるための生地の分厚さが必要なの。なるほどな。なんてこの繊細なこの生地で、こんだけの量のクリームを支えれるって、なんていい奥さんなんだって俺は思う。あ、なるほどね。なんていい奥さんなんだ。すごい、うん、この旦那様を支える。キュン、本当にキュンですよ。だからどう、もうちょっと俺が散々、うん、世界一だ言ってきて、うんうん、どうですか、ちょっと結論。世界一です。世界一です、はい。そうなんですよ、世界一でしょ結局。めちゃめちゃうまい。クレープって、まあ、日本人の感覚、クレープこれじゃん、うんうん、レストランで出てくるような、うん、あのクレープでナイフ使って、うん、フォーク使ってじゃないじゃん。わかる。俺らの中でのやっぱクレープっていうのはこう紙に包まれてこの形で食べるのがクレープでしょ。俺はこの世界の話をしてるから、はい、この世界でもう絶対、うん、ナンバーワンでしょ。マジでうまい、めちゃめちゃうまい。ちょっと感動します、正直言うと。ちょっとあと感動してるっていうのはちょっと嬉しいね。あと栗がやっぱり舌がちゃんとしっかりしてるんだ。そうでしょ、ちゃんとしてるから、うん、確かに生地も美味しいね、うん、もちもちっとしたこの薄い生地。最初俺焼いてるとこ見たら
抑えれないでしょ。なるほどね。その薄い生地や薄い生地やあのウサギちゃんとか支えれないでしょと思ったら違うね。支えてきたね。絶妙な配合プラス1個だけいい、うん、普通のクレープ屋ってもちろんこのお店にもありましたけどホイップクリーム使ってない、うん、ちゃんとこの生クリームだから違うのホイップ全然違うから、ね、動物性と植物性だけど、うん、要はああそういうことなんだ。要はこの生クリームってすごく形キープするの難しいのよ。すぐにだれちゃうから溶けちゃうみたいな。溶けちゃうのよ。だからみんなホイップクリームよく使ったりするんだけど、あホイップの方が固まるやつだ。固まりやすい、うん、その代わり口の中にこう油分とか残りやすいのよ。嫌ね、うん、それこの動物性の中クリームで本当に俺思うんだけど、うん、アスリートはここで食べた方がいい、うん、マジでそれは思う、うん、結論それは思う。俺が言うんだから。うん確かに体見せようかとね。いやいらんわこれ食べてもバキバキだからあそういうこと。はい、うん、だからアスリートはここのクレープを食べた方がいい、うん、あとフルーツ多いしね。そうね、フルーツふんだんに入ってるし。確かに甘いもの食べたいなと思ったら、うん、ぜひ皆さん、うん、まあ、アスリートを目指すね、はい、学生も、うん、プロを目指す学生もたまには甘いもの食べたいでしょ多分。そうね、やっぱり本物を食べましょう。確かに本物がね、はい、ありましたね。これが本物ですよ。ここ、うん、35を超えたねおじさん2人がね、はいはい、こんなでかいクレープをこんな早く食べるんだから、ペロッといっちゃうんだから普段食べれないわ。ペロッといっちゃうんだから3口ぐらいでもういらないから本当に。ほんと全部嫁さんにあげるから3口食べたら。そうね、これはあげたくないからね。でこんな大きいクレープを食べて今サラッとしてるのは俺初めてです。あ正直そういうことだね。ムカムカしないでしょ。うん、ミスしない。さっぱりしてるね。ちょっとミントのドリンク飲んだような感覚になってる。おおいいね。手ぐらい絶好調だね。ロケットエンジンですからでもってぐらいほんまにマジでサラッとしてる。ぜひ皆さん概要欄に載せてもらって。アスリートは混んじゃうな。大丈夫ですか。確かにね、混んじゃいますよ。バカでかいやつら来ますよ、はい、大丈夫ですか。甘いもの好きのアスリートたちがもう来ちゃうよね。そう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 。いいね、ありがとうございました。美味しかったです。いや本当ありがとうございました。ごちそうさまでした。お騒がせしました。めちゃくちゃ美味しかったです。マジですか。僕はずっと行ってきますよ。これを大丈夫ですか、ね、はい、大丈夫です。嬉しい、ね、嬉しい。世界一美味しいクレープは、はい、ここです。チロル、確かに、まあ、はい、間違いなかった。チロルマジックにあるでしょ。かかりますな、チロルマジックっていう、うん、これまた来るよ、はい、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったっす、うん、マジでうまかった。え言ったでしょ。いやマジでちょっと正直クリアしてなかったのよ。まあだろうね。うん、でも、はい、もう正直よ、店構え見た時にもう分かりました。あ分かった。これは絶対うまいお店がやる雰囲気やん、はいはいはい、なんか雰囲気出してるじゃん。出してる、完全に出してる。なんだったらカフェみたいな感じで、はいはいはい、うん、いやよかったわ。もういいですね、世界一ってことで認定しましょう。はい、おいよかった、はい、スイーツコンシェルジュの、はい、小工事が言うの、はい、間違い1店舗目で世界一 ね、この企画もうね、いやベストオブベスト出しちゃってるから。確かにもうね、このスイーツクレープ企画はもうやんないから、はい、なるほどね、もうこれで終わりなんだ。これ、いやむしろ、うん、なんかこれを越すクレープをなんか知ってる人がいるのであれば、うん、あ、はいはいはい、教えてほしい。なるほどね。もうぜひコメント欄に。あ、絶対。いや、それで言うと、うん、それで言うと逆に、うん、俺がめっちゃうまいと思うクレープ屋をクリ食べてもらって、 いいよ、あのお店とどうやみたいなことを、はい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 、ちょっと一回クリの世界一を逆に超えるっていう頑張ることはあるなら、そう、もし探してみて。そう、わかったわかった、オッケー。あるなら、そう、まあ俺もね、お店はいっぱい知ってるから。だよね、うん、まあ、俺より絶対知ってるから。そうね。まあ皆さんも、あのぜひなんかおすすめあったら教えてもらえれば、僕ら、ね、行くんで、ちょっと、てな感じで、ちょっと今日はね、はい、以上です。わかりました。いや、すごくなんか単純にいい企画でした。はい、いい企画ですよ。みんながハッピーして、たまたまね、うん、あのテレビ局の人も来てたし、うん、おもろかったな。すごいな、あの偶然。この後ちょっと、うん、あの家の方行って、はい、あの YouTube を撮って終わりなんで。あ、頑張ってください。ありがとうございました。また引き続き出てもらって。はい。はい、OK。それじゃあまた。純白ね。純白いちごね。純白いちご。紅白いちごでしたね。はい。ありがとうございます。失礼しました。